こんにちは、ケンイチです。今回の動画では ST310 の火傷防止と、あと滑り止め防止のカスタマイズと、あとはダイソーのクッキーの型を使って、こちらの風防ですねを取り付ける方法というものをご紹介していきたいと思います。この310の弱点としましては、この五徳があると思うんですけども、一体式になってるんですよね、足と。この五徳の部分がちょうど炎が当たるところに差し掛かっていますので、長く熱していると五徳がものすごく赤くなってチンチンになっていくんですよね。少しの間だったらそこまでここが熱くなるってことはそんなにないんですけれども、長時間、まあ例えばお湯を強火で沸かすとかっていうことをやるだけでも、こっちの周りの方までだいぶチンチンに熱くなってきてしまうんですよ。そうするとこの動かそうとした時に思わずこうやって触っちゃったりして熱っとなって、でそれで火傷してしまったりとかっていう原因になるので、こちらの方を対策していきたいと思います。でもう一個はこの滑るんですよね。この滑り止めも兼ねて耐熱のシリコンチューブを使って、足の部分にシリコンチューブを履かせて、まあ、火傷をしづらくするっていうところと、滑り止めっていうものを自作で作っていきたいと思います。で作るって言ってもめちゃくちゃ簡単ですね。ちなみにこちらが外から出ている純正のアシストグリップになります。でこちらの長さの方が約9センチになるんですけども、つけてみたイメージとしてはこんぐらいなんですよね。そうするともう少しここの方もカバーした方が、まあ、持った時に持ちやすいかなっていうところがあるので、今回は14センチで切っていきたいと思います。シリコンチューブを購入する際は内径ですね、この内径が4ミリのものを選択すれば、今回は黒を選択したんですけども、赤だったり青だったり透明だったりと、自分の好きな色を選べばいいと思います。一応こちらもリンク概要欄に貼っておきますので、チェックしてみてください。それでは切っていきます。はい、ということで4本カットが終わりましたので、こちらをこの五徳の方に履かせていきたいと思います。やり方なんですけども、この五徳に直接グリグリとはめていくだけなんですけど、このシリコンが結構摩擦があるのでうまく入っていかないっていうことがあるんですよね。ですので、まあ、今回はこちらオリーブオイルを使って入れていきたいと思います。この純正のアシストグリップを入れるときに、外の方では食用油を使ってくださいっていうふうに書いてあるので、まあ、今回それに従って同じようにくっつけていくということになります。ない方はペペローションでも大丈夫だと思います。軽くつけて、お、だいぶスルッと入っていきますね。おお、よいしょ、うん、装着めちゃくちゃ簡単にできました。で今回はここまでだいたい下から2センチぐらいなんですけども、このぐらいを目安に全て履かせていきます。であんまりこっちの方が入ってもそんなに触ることっていうのはないと思いますので、こういうふうに移動させるときに持つであろうこっちを、外側を重点的にカバーできればなというところですね。めっちゃ簡単ですね。オリーブオイルとかだったらある程度熱しちゃえば油も飛んでいくので、まあ、最後終わったら軽く拭き取っておけば問題ないと思います。完成できました。すげえかっこよくなりましたね。僕が使ってる310は Amazon 限定のモノトーンモデルというものなので、本体が全体的に黒なんですよね。ですのでそれに合わせて今回はこのシリコンチューブを黒にしたんですけれども、これ赤とかでも結構個性が出てかっこいいんじゃないかなと思います。ここまで来れば五徳が熱くなっていたとしても、ここを持って移動させることができるようになるので、これだけでもものすごく使いやすくなるんじゃないかなと思いますね。この畳むと少しかさばるのかななんて思ってたんですけども、思ったよりもすっきり収まりますね。これだったら最初とまあ多少はもちろん分厚くはなっているんですけども、こちらの上のバーナーの部分よりも厚みが出るとかっていうことはないので、ここまで支障はないんじゃないかなと思いますね。でこれにてこの五徳が厚くなって火傷してしまうとか、まあ、ちょっとこの滑ってしまうっていうことの対策ができたんですけれども、まだ弱いんですよね。 ST310 はこのバーナーの部分が少し頭が出ているんですよ。このせいで結構風の影響、横の風とかっていうものをもろに受けやすいので、それを対策していくものとしてこちらです。ダイソーで売られているクッキーの型抜きですね。これがこの中にいろいろハートとかダイヤとかいろいろあるんですけども、その中の一番大きなこの丸があるんですけど、この丸とここがシンデレラフィットする
ていうのがもう定番中の定番なので、そちらの方もつけていきます。で、今回はこちらだけを使用していきます。で、このままだとつけられないので一旦畳んでいきます。畳んで、で、横から入れていきます。本当にこのために作られてたんじゃないかぐらいのフィット感ですね。まあ、ちょっとモノトーンモデルだから、こいつがシルバーでだいぶ色が浮いちゃってるんですけども、使い込んでいけば黒くなってきて馴染んでくるんじゃないかと思います。もうこのまま置いてあったら純正品だって誰も疑わないような見た目になっていますね。ここまで来れば五徳が熱くなって触れないという問題と、あともう一つ風の影響を受けやすいっていうのを少しこれでカバーできたと思うんですけども、もう一個最大の弱点としてはこのスイッチが押しづらいんですよ。もう点火スイッチなんですけど、こういう風にここですね、こっちで緩めてガスをシューッと出して点火っていう風にやるんですけども、これが押しづらいんですよ。使う時はこんな風に持ち上げてっていう風にやっているんですけども、今回はこちらですね、外から純正で出ているアシストレバー、これに関してだけはちょっと代用できるものがなさそうなので純正品を使っていきます。で、こちらは税込みで528円で Amazon で購入することができるんですけども、ここに設置して、で、それでカチッカチッとこれをつけることによって、ものすごくスイッチが置いたままでもカチッカチッというふうにつけることができるようになるので、で、この取り付け方はものすごく簡単なんですけれども、このレバーですね、ガスを調整するレバーをこう上下にグッと開いていくと、こんな感じで簡単に取り外すことができます。で、それにこちらですね、アシストレバーの方をはめていくんですけれども、この上にネジがありますので、これを緩めるのと最後固定するのでドライバーが必要になってしまいますので、ドライバーだけ工具を用意しておくことをお勧めします。という僕がドライバーを探してもどこにもなくなっちゃってたので、仕方ないのでインパクトでやっていきます。ちょっと緩めて、で、一番奥までグッとはめ込んで、位置が決まったら最後締めます。で、ここまで設置できたらもう一回このレバーを取り付けて完了です。よし、完成。で、これによってスイッチがめちゃくちゃ押しやすくなりましたね。こうやってシューって出して、純正品で買うのはこのアシストレバーだけでいいんじゃないかぐらいだと思いますね。で、最後にせっかくなので点火をして、この風防がどこまで役に立つのかっていうところまで見て終わりたいと思います。で、隣に今扇風機があるんですけども、70センチぐらい離して弱から強まで風を当てていって、こちらのクッキーの型がある時とない時と比べていきます。で、まず点火ですね。この点火は開いていって、おこれは干しやすい。他のカスタムをしないんだとしてもこれだけは買った方がいいと思います。最後風を比べていきます。で、まず弱から風を受けてるんですけども、そこまで炎が乱れるってことはなさそうですね。次、中の風が当たってるんですけども、何もない時に比べると抜群の安定感だと思います。で、最後強を当てます。こいつはすごい。強にしても中が特に消えてる場所とかがなくて、ちゃんと炎が上に上がってますね。これも必須ですね。ダイソーで110円かなで手に入るので絶対買ってください。この五徳の上の方はだいぶ熱いんですけど、この耐熱シリコンをはめ込んだことによって触っても全く熱くないですね。これがあればもう操作性は抜群になるので、このカスタマイズは最高だと思います。はい、ということで今回は自作でできる火傷防止、この滑り止め防止の耐熱のシリコンチューブの装着と、あとは100均のクッキーの型でできる風防の設置と、あとはアシストレバー、こちらだけ純正ですねを取り付けるってことをやってみました。で、中でもまあ優先順位としてはこのスイッチで、次にこの風防で、最後にこのシリコンチューブみたいな感じだと思います。まあ、どれも絶対にあった方がいいんですけれども、やっぱまあ僕の中で使い勝手がいいなと思ったのはこのアシストレバーですね。やっぱりこのスイッチを押すときにこんな感じで持ち上げてピッピッとかっていう風に今まではやってたんですけども、まあ、それがこのままこうシューって出して全部この右手ですぐに
この近さで操作ができるっていうところはものすごく扱いやすいと思います。でもしまだこの310を買って同じようなカスタマイズをしていないよっていう方であればぜひ試してみてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。